ルティプリは、紀元前9世紀の初期ウラルト王と推測される人物、サルズリ一世の父。サルズリ一世の碑文ルティプリの名は、サルズリ一世がトゥシュパに残した碑文に、サルズリの父として言及されている。しかしそれ以外の辞籍は分かっていない。当時、ナイリと呼ばれた東アナトリアの高原に分散していた諸部族は、 アッシリア帝国に対する抵抗の中で、アラマとルティプリの下で二つの勢力に修練されてゆき、やがてサルズリの下で統一されて、国家の体裁を整えていったと考えられている。アラマは、アッシリアの資料に、名が見えるが、ルティプリは、ズシュパヒブンにのみが見られるため、紀元前八百8 4 4年頃を最後に登場しなく、なる、アラマの後に、ウラルトゥオを名乗っていたかは不明である。 ルティプリは、フルリ語の人名であると主張する学者もおり、その場合、ウラルトが、フルリ人に旧圏を持つという学説を補強するものとなる。渦漏れた古代王国の謎幻の国ウラルトを探る、ハットグツェ、アルブレヒト、ヘスター、チャリタウンとアサーラー、ハウプリニアンデアボーダージーティスケンガルチレンツイクラン、オスロ、エイジアスキーグ、ケンブリッジ、マス、ハーバードユニバーシティープレス、 1936ありがとうございます。